ということで、リコピンの一プラ西浦和 TV 過去仮第3回目です。ということで、さあ本日はですね、私ゆうきりこがライターさんにいろいろ教わっていくという番組でスタートしていきたいと思います。さあそれでは本日のスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。お願いします。こんにちは。わー、なんかのほほんと来ました。のほほんイメージをこう、はい、無理やり作り出してる。それ作ってるんですか？作ってるんです。わー、いいですね。佐竹さん、はい、リコピンの一プラ西浦和 TV 過去仮。リコピン、リコピンです。もうね、毎回これみんな笑うんですよ、リコピン。それは言いますよ。いや、なんで、ね、私中竹さんにもあだ名をつけてきたんですよ。ほう、はい。もう中ピンなんてそんな普通じゃないです。はいはい。ピンは絶対の。あのポロリさん最初でポロピン、ネギ坊さんがネギピン。ネギピン。で中竹さんすごい長いじゃないですか。それピンつけてるだけじゃん。あだ名とかじゃないじゃん。あ、そう、ピンつけてるだけなんですけど。ね、でやっぱ一日二善さんじゃないですか。はい、で一プラなんで一ピンです。おーおーおー、なるほどね。はい。本日はですね、あの中竹さんから何かを教わるということで、私もあ中竹さんだからゴッドかなとかいろいろ言ってたんですけど、中竹さんは本当に美倒しがお上手というのをもうネットでググってきましたから。私あ知らなかった。ググってきました。6年前に会っただろ。そうなんですよね。初めてお会いしたライターさん、中竹さんです。中竹さんです。記念すべきライター第一号。本当さあ、ということで第3弾スタートしたいと思います。行ってきます。本日の収録ホールは、私ゆうきりこことリコピンが親善大使になっております、第一プラザ西浦和店様、埼玉県さいたま市桜区町屋 1-3-10、 パチンコ448台、スロット152台、最新機種から王道機種まで、どんなお客様も満足するラインナップを取り揃えております。最高のおもてなしをあなたに。中竹さん、はい、頑張りましょう。何を？何かをです。何かを、はい。私今日は中竹さんから何かを学べるということで、人生を、人生を、はい、学べるって聞いてきました。まあそれはあれですね、展開によります。とりあえず、まあ、花火座りました。花火取れましたね、ちょっと無理かと思ってたんですけど、あの中竹さん、私こういうもの用意してるんですけど。あ、いらない、いらない。あ、いらないですか？いらない、いらない。あ、いらない、はい。なんでいらない？大体です、大体です。あ、大体でいいですか？で、私あんまり花火打ってないんで、はい、お願いします、教えてください。最初はね、はい、まあ、ゴッド系、外線か、はい、ハーデスか、はい、と思ったんだけど、はい、むしろ私が教えてほしいことがいっぱいある。ゴッドの弾き方とか分かんないんで、そういうの聞かれたら教えられないので。私教えてほしいですね、やっぱゴッドの弾き方、もうそれさえ知ればもう働かなくていいじゃん。そうですよね。だけどあいにくそれを教えてくれる人はいないので、仕方なく目押しを教えます。あっ、こら、氷取りこぼしたよ。こう転廃したら7をこの辺に狙いましょう。あ、上じゃダメ、下ですね、はい、はい、取りこぼし105、あ、違う、15枚だから大きいですね。15枚、1枚20円だったらいくらですか？150円。300円。300円ですよ。300円チャリンってドブに落としたようなもんですよ、今。とんでもないことしましたね。とんでもないですよ。やばいですね。300円。300円。何が買えますか？まあ、あとね、見える目押しには、その見えるというのとヒール一周のリズムですね、これが分かってないとできないんで。あ、でもある程度見えてるでしょう。
はい、だからそこはクリアできてるんです。でもある程度ですけど大丈夫ですか？あとはその精度の問題。わかりました。で、まあ、2コマ目押しぐらいはできるけど、ビタ押しがたまに失敗するっていう人は、その回ってる絵を目で捉える位置が毎回バラバラなんです。あ、同じ位置で見るって。そうそうそう。あ、飲み込み早いよ。そういうことですね、はい、分かりました。ボーナスフラグが成立いたしました。すごい、喋ってる間にかっこいいな、これ。かっこいい、フラッシュなし、しかも。あ、ミスった。どっちだ。目押しを教えるって目押しをミスりました。わー、ありがとうございます。打ち始めてすぐじゃないですか、女神様。お、私リーチエンジェルは勝利の女神なんで。そうですね、はい、エンジェル、ね、そんなことに斜めが3回。あ、またやっちゃったな、これ。氷こぼした、臭いぞ。いや違うんですよ、中崎さん、私のリールに氷がいないんじゃないですか、これ。氷がいない、いない、15枚もらえない。氷がいなくなっちゃった。氷は誰にも平等にいるよ。どうしても逆からの時が、すごい、そんな早く止めれない。たまたま適当に押して、たまたま止まった。絶対そんなことないですよ。運だけで生きてるから。うわー、運でそれいけるんですか。もうここしか見てないの。あ、ここ必要ないじゃん。そうですね、テロンってったらもうここだけ見て、バンバンバン。わー、セーフ。危なかったな、今。危なかったですね、私のミスです。ここしか今見てなかったから。バンデラってここでビタ止まったらほぼ氷なんで。わかりました、氷。ピクッとしてください、ピクッと。もう毎ゲームはあの外しだと思って打ってください。わかりました。なんでですかね、頭が悪いからかな。早い。私リズム感がすごい悪いんですよ。それね、致命的です。やばいじゃないですか、本当に。あ、いいよ、いいよ、今の。今、いや、今危ないよ。今ペロッと押しちゃったけど、これは氷ですから。これ氷ですもんね、はい、はい、早い。なんでだろうね。OK。 はい、7、早い、7、この辺。はい、中崎さんがどんどんと。そんな中崎さん多分みんな見たことがないと思う。早い。もう叩き込まなきゃいけないんですよね、きっとね。じゃあずっと回ってるの見てなさい。はい、でこれでリズムを体に刻み込みなさい。よし、いいよ、いいぞ今の。あ、先生が優しくなった。いいね、今の。いいよ。あー、なんでできないんだろう。あとね、手がね、手がこうしてるから、これだと結構ブレます。わかります。なんでもう支えを安定させてピス。わかりました。あー、いいよ。あー、いいね。わかりました、安定ですね。そう、わかりました。今から目押ししますよってこう手に指令を出すでしょ、脳みそに。そこからこう距離が毎回ばらつくと、一コマ通り過ぎる時間って 0.03 秒なんですよ。 0.03 秒、早いですね。こっから行くか、こっから行くかで変わっちゃうんで。わかりました。すごい脇汗とか半端ないんですけど、今いろんなところから緊張しすぎて、いろんなところからリコピンが出てる。すごいです。元気になります。抗酸化物質が出てる。体にいいです。体にいいですか。では、本日はですね、
近くに美味しいお蕎麦屋さんがあるということで行ってみたいと思います。本当にか。はい、俺蕎麦にはうるさいよ。そうなんですか。きっと手打ちですよ。手打ち、もう噛まないで、あの喉越しで味わうタイプ。かっこいい。やっぱ違うな、はい、あれですね、ズルズルズルっていう感じですよ、ね、そうですよ、もう音鳴らしてなんぼですさあ、それではこっちの、駐車場の横側のところから出ていただいて左手に進んでいきます。そうね、塩宮バイパスの反対方向にちょこっと歩くと。それ塩宮バイパスっていうんですか。そうなんです。まあ、まあまあ硬いです。でもちょっと最近ね、上に脂身が乗り始めたんでね。怖いじゃないですか。超一番来ました。老舗っぽい。到着。さあ、それでは行きます。あのもうこれ来た。来ましたね。あのいただきましょうか。はい、これやるべきなんです。カモセイロそばですね。すごい新そば。新そばですよ。どうですか。人が見事に蕎麦の香りがびっくり抜けていきますね。鴨の脂といい具合の香りですね。中竹さんが言うとなんか面白く聞こえますね。なんかもうすごい真面目すぎて突っ込んでいいのかって思う。で、私いつもカレーはうどんなんですけど。そうですね、基本的にはね。でもそばがね、うん、新そばで美味しいよっていう話だったんで、カレーそばにしました。中竹さんもね、カレー迷ってましたからね。そうなんですよ。本当はダブルでいっちゃいたいんですけどね。うん、うん、コシがあって美味しいですね。美味しい。長寿庵さん、鼻腔に抜けるそばの匂い。そばの香り。お店から3分ぐらいです、うん、なんでぜひ皆さん来てください。美味しいですね。それではご飯を食べてきました。中竹さんはもう中で売っているんですけれども、行ってみたいと思います。さあ、入り口を入ってですね、すぐにちょっと私たちの看板、そしてなんとこちら見てください。さあ、第一プラザ西浦和店はですね、なんと埼玉市桜区に誕生して11年ということで、さあこれからもですね、皆様に楽しんでいただける、そして地域の皆様に愛される店舗になっていくんじゃないかなと思っています。さあ、そんな第一プラザ一プラということで11年目というのもあって、見てください、11年の挑戦者ということでスケジュールがびっしり書かれているんですよ。で、本日のね、収録、そしてもうこれが出ている頃にはいろいろ終わってしまっているかもしれないんですけれども、大型の寝台入れ替えがあったりですとか、ただですね、今後も皆さんに楽しんでいただけるようなね、さあそんな内容を考えていってくれていると思います。そしてなんか2日前の11月11日、並地さんも来ているんですけれども、1プラ、そして11年目、さらには11月11日、1が並んでる日ということで、店内すごかったらしいんですよ。ということはこのね、11年目の1年間っていうのはすごい楽しんでいただけると思いますし、来年の11月11日もちょっとね、すごいことになるんじゃないかなと、これから楽しみにしてます。ということで、皆さんにはぜひこちらもね、チェックしていただきたいです。それでは前半戦終わり、後半に続く。